県中津市大和高瀬に設けられた井出である。取水口が三口あることから地元では三口の石や三口大井出と称され、付近一帯も三口と通称される。山国川をせき止めて取水口を設けた石で、そこから引かれた流水は、沖大平野の農業用水や中津市の上水道に、供されながら、巣王灘に注ぐ。 水路の総延長約9キロ、館外面積1065ヘクタール、常時流量は毎秒約3立方メートル、その流域は近世には沖大八千国と称された米作地帯を形成していた。三口の主水口から流れる水路は唐戸と呼ばれ、東口に発する唐柄とは柳川となって沖大平野の東部を限る下下下限大地の左翼に沿って、 大技長添上下、池長、金で、大神殿を潤して、地味川に注ぎ、西口に発する。西からとは大技漫田高瀬、下宮久し、炭木、大塚を潤す。金剛川となって、柿瀬川に注ぎ、中口に発する。中柄とは大技漫田沖大町、上宮長、一つ松を潤しながら、地味川に注ぐ。 山国川を利用した沖大平野の考えの歴史は、弥生時代にまで遡ると考えられるので、以後その時々に、いでも気づかれたであろうが、大いでと称される。大規模な石の造営は、平安時代末の法苑元年に、当時の在地有力者である、湯山と新太の主導家で初めて行われとされ、その際におつると一太郎という母子が人柱になったと、伝える。 その真偽はともかくも、当時の大井出周辺には、宇佐神宮の車両と、下下保つと呼ばれた、宇佐宮神宮寺である、弥勒寺の寺両とが展開されており、伝えに現れる、湯屋氏が、宇佐宮の進化宇佐市の流れと伝えていることから、大井主畜像には、荘園拡大を意図した、宇佐宮による、開発の動きがあって、それを背景に、湯屋氏が、開発領主として、 井出築造像に当たったものと推定される。当初の大井では、現在地のやや上流、山国川が沖大平野に注ぐ地点の昇級を、意味する、坂手熊と呼ばれる、地付近の沿岸に築かれたと伝える。湯屋本神は当時、高瀬川と呼ばれ坂手熊から、大技高瀬と万田の間を縫う形で北流していた、山国川をせき止めて三口の取水口を設け、 取水口の東口に発する水路を、柳川、中央水路、を金剛川、西口からの水路を、江ノ木下川と称したといい、その真偽は不明ながらもそれら水路はいずれも、氾濫によっていくども、流路を変じた山国川の旧河道を利用した、ものであった。なお、江戸時代の元六年間以前から大井では、下流域に全自移動されており、 その結果本来大井出からの水路に考え用水を頼っていた愛原村と長添村の一部は流路から外れたため延長200メートルにも及ぶ水道を奪って山国川のさらに上流の荒瀬井から流れる荒瀬持に用水を依存するようになった大井手及び水路の維持管理は流域各村がもっぱらこれを担っていたが江戸時代初頭 中津藩藩主、細川忠興が、牧様を、作事の奉行に、孫大悠を、大工頭に任じて相原村から、中津城までの地中に問いを埋め、中津の浄水道整備の乱章ともなる、城下町の浄水道飲水工事を行い、それを受けて、後の藩主、小笠原長次が奉行、沢渡島、大工島、内海作兵を任じて、上王元年から三年がかりで水源を、 今後川上流に改める工事を行ってからは、集築、管理の費用や夫役は、町方と在方の接伴とされるようになり、伊出商屋という職を設けて、これを総括せしめるとともに、東水路が多く関係したためか、宮夫村の商屋がその職を兼ねるよう定められたが、奥平家半政時代には、洪水のために、毎年のように決壊し、その度に、集築の費用や、 デオットを回って、町方と在方が対立していた。方園元年、この地区の山国側の関は度重なる洪水で、決壊し、農民は困り果てていた。当時沖大平野を治めていた湯屋壇上騎士、宮永佐兵な成、万田左京森高氏相原内紀優の、中殿、八郎兵国名を、市松六郎兵清氏小畑白江門胸重ら七人の児童が、 改修工事に取り掛かったが、予想外の難工事で、失敗の連続であった。そこで湯山も心が人柱を立てることとを提案し、七人の自童も同意したものの、今度は誰もが自分が人柱になると主張したために、結論が出ず、おののの袴を山国川に流して、最初に沈んだ袴の持ち主を人柱にすることと、定めたところ、 元神の袴が最初に沈んだので元神が人柱になることとなった。初義者であり人一倍責任感の強い元神は、自ら人柱になろうとあらかじめ袴に石を縫い込んでいたという。元神が人柱となるべく身を清めていたところ、元神家神の古の兵衛の娘をつるとその子、一太郎が主人を人柱に立てることはできない。 自分たちが身代わりになると申し出、はじめはこれを拒んだ元信もついにその熱性に負けて、承諾し、8月15日におつると、一太郎母子は、白無垢に身を包み、山国川に受水した。二人が受水した時、川底から庭の金色の鳩が飛び立ち、宇佐八幡宮を目指して飛んでいったので、人々は、両人の霊を、鶴し八幡田社に合祀するとともに、 自ら犠牲となったその精神に発奮して、時を置かずに、壮大な石を完成させたと伝え、毎年8月の最終土曜日、日曜日に採用される鶴市花笠鉾神事は、母子の霊を弔い方策を祈願する神事とされる。なお、この伝説には、 鶴氏八幡社の演技をはじめ、お鶴を元神の妻とする者、人柱を立てることを勧めたのは、宇佐から来た三人の娘で、お鶴一太郎が人柱となった際には、宇佐の八幡神が次元したとするものといった大道将尉の遺伝があって、母子を人柱に立てたという伝説には、古代の水神の祭りや母子神信仰の関与が考えられる。ありがとうございます。